おう。おうて言う。ナイスさ。サンキュー、ヤクさん。怪我気をつけろ。ボール来そんで、止まる。ドーン。ハザスリブロです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、ハイドリのドリームマッチやっていくんですけど、第2回リベロの推しでドリームマッチやってみようをやっていきたいと思います。ぜひ、説明欄からご覧ください。第1回は。もうメンツだいぶ変わってます。まず、クグリ当たったでしょ。あーと、花巻、探偵、コノハいなかったんじゃないかな。で、福永が1推しなんで、エースにいます。で、ヤクさんはリベロだから、まあ、後ろ。2推しヤクさん。で、3推しコノハ真ん中。で、4推しが、ケンマなんですよ。でも、ケンマ持ってなくて、もう次に好きな影山入れてます、セッター。で、5推しが、マッキーって感じで入れてて、で、そのベンチが、まあ、オサムとか星海とか、オールラウンダー系のキャラ好きなんですよ。だから入れてて、で、クロウも好きで入れてて、イワちゃんも好きで入れてて、で、コノハとマッキーはユニフォームの2人入れてます。やけ、次入るとするなら、影山がベンチに行って、ケンマがスタメンに入って、で、まだ実装されてないですけど、カモメ大の別所とか好きなんで、入るかなって感じですね。でも、今スタメン、ほんとケンマだけ、スタメンで、推しキャラで入ってないのはケンマぐらいですね。だいぶ揃いました。前回の動画でもだいぶ揃ったって言ってたんですけど、もっと揃いました。ちょっとやっていきたいと思います。破壊力さんお願いします。すごいな、すごい名前の方ですね。頑張るぞ。推しキャラなんでね、あの完全スタメンというか、動かせねえ。わー、相手もたくさんいますね。完全なスタメンじゃないので、あー、やられた。バレバレ、推しバレバレだ。いやー、だいぶ強いな推しキャラも。あ、上がった？危ねえ。よし、行きますよ。追いか狙うか。チームメイト狙っていけ。時間かかっとうぞ、花巻。何をためらってんだ、お前は。よし。ナイスだ。リード、リード。沢村の二段トスか？お、ダイレクトやった。マジか、ダイレクトやった。あげろ、あげろ。巻き、頑張れ。よく上げた、よく上げた。頼むぞ、コノハ。さすが、いけ。いけ、福永。ぶち決めろ。先輩から決めていく。よっしゃ、さすが。さあ、究極の助っ人、影山いきます。いけ。ナイスさ。おお、さすが、ヤクさんです。うわー、待て、2来るかな。違うか、リード。あー、やばい。やっぱ2やん、やっぱ2やん。何しよう、何しよう。やっぱ2なのよ。うわぁ、強いな、及川さん。さっきサーブで狙ったの怒っとんな。よし。サンキュー、ヤクさん。怪我気をつけろ。よし。結構ぶんだ。行け、おさむ。ボール来るって。お、知っとる。まさかこの二人の変人速攻は見れんけど、見れるとは。よーし。コンビが見れるとはな。変人速攻ではないけど。よいしょ。リード。うわ、早っ。影山、あー、早いですね。さあ、ブロックいくよ。ブロックやない、レシーブいくよ。影山、開けてくれ。よし、おさむ、双子の保管ならぬ。いけ、星海、決めろ。あざすあざす。うおー、星海と星海が、どっちが小さな巨人か決めようぜ、星海さんよ。あげるね。よっしゃー、ナイス。ブレイク、ここでブレイク。おう。おうって言う。ナイスさ。え、そのおう。よし、もう一発、おういけ。おう、大成功。いや、マジナイスさ。なんなん、サーブめっちゃいいやん、福永。うお、マジで。フローターサーブよりアンダーの方がいいんじゃないか、福永。ねさ。そんなことある？さすが一押しやね。そりゃ MVP やろな。サーブ4。ノータッチエース、サービスエース4。さあ、アリガラスさん、お願いします。ごめんなさい、間違えてたら。間違えてたら。あー、やめるパティンね。はいはいはい。いいです、いいです。KTKA さん、お願いします。まあね、この、すぐやめる人は、もう翼をもらうためだけにやってるみたいな、話を聞いてですね。今、収録が朝6時だから、多分もう、行く前に、ちょっと翼をもらおうみたいな、仕事とか学校行く前に翼もらおうって人がおるんでしょうね、多分。ブロックいけ。何、危ねえ。バレバレやったか、ほんと花巻。ついけ。
はい、ナイス。さあ、ナイスだよ、ナイス。ナイス、ナイス。推しのキャラもだいぶ強くなったな。つうか、くぐり、存在感ないぞ。くぐりおったな、そういえば。ブック一本。おぉ、うまいな、さすが。よーし、あざーす、ヤクさん。頼む、影山。よし、上がった。ストレート。決まるか。よー、マッキー、さすが。ちょっと、くぐりを、後で、あれで入れようかな。ベンチ交代で、レフトに入れましょうか。おぉ、コミ。あげます。リード。影山が後衛なんで、2はなし。はい、ナイブロ。何あげるか。2来るか。よし、よし、よし、よし。頼む、ヤクさん。成功。くぐり。あ、じゃない。影山、頼む。よし、ようあげた。おう。おう。いけい。上がるか。チャンスボール。この葉。新変人速攻。ボール来る、そんで。止まる。ドーン。いけ。もう、この葉のこれはもう、ボール来る、そんで止まると思ってますから、僕は。よし。いいぞ、マジで。ダイレクト来る。あ、違った。違った、やばい。高い一つ一つ。ノーブロックで後ろか、やばい。あげるんかい、お前。速攻いけ。うわぁ、読まれとった。マジか。牛若上げられても動じない、さすがやな。よし。よし、ヤクさん。はい、サンキュー。2いけ。まだやってなかったか、2。あ、上げるか。ダイレクト、2返し。やっぱり。よっしゃ。とりあえず打ちます。うわぁ、ナイス。ここでブロック。おぉ、おさむ、ナイス。で、ここでちょっとおさむとくぐり変えてみましょうか。くぐりの固有スキルも使いたいし。おさむ、ナイスブロックやったな。いけるか、いけるか。おぉ、トラあげるか。おぶねー、猫の爪届くかと思った。ちょっと片言になったけど。よいしょ。リード。おいけ、くぐり。あ、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。よし、ようあげた。で、速攻いけるんか。すごっ。あ、まあまあ、速攻、まあまあまあ、ちょっと、まあいいでしょう。ちょっと速攻やりたかったっす。ごめんなさい。いや、でも、ここで、スーパーであげる。クイックオープン行く。くぐりじゃないんかい。ナイスキー。ナイスキーやけど、クイックオープンくぐりにしてくれんのかい。うわ、さっきそこね、いや、まさか公営全員速攻あげれる人間がおるとは思わんくて。すごいっすね。ヤクさんもいけるし、花巻もいけるし。任せろ。オッケー。センターオープン上げてくれんかな。ですよね。欲しみですよね。いけ、アドラーズコンビ。ぶちかま、ぶちかま、いくか。あ、ナイスキーです。くぐり、お預けです。はい、ということで、ドリームマッチやっていきました。もう岩ちゃんまで回らんかったな、そういえば。福永の鬼ノータッチサービスエース、ノータッチエースサービスエースあったんで、もうそれのおかげで1試合目勝てたのと、クーリ固有スキル使えんかったんで、また使いたいと思いますけど、まあドリームマッチやりますし、ガチャもやっていきますんで、ぜひ見てください。あとフライハイの動画もやろうと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、配球動画、バレー動画、どんどん上げていきますので、チャンネル登録して応援よろしくお願いします。ということで、本日も、あざした。